皆さんこんにちは、ヨシガルです。いつもご視聴、コメント、チャンネル登録ありがとうございます。普段は私カリフォルニアの生活をお伝えしておりますが、今日本に一時帰国してますので、日本で訪れた場所をお伝えしております。今日はですね、先日3月10日にグランドオープンしましたミッドタウン八重洲に来ております。今日私はここでお友達とランチをすることになったので、その食レポできればと思っています。それでは行ってきます。ちなみにミッドタウン八重洲はですね、いくつかのお店は先行でオープンしてたんですけれども、グランドオープンは、3月の10日でした。今日はね、3月14日ホワイトデーなので、お店混んでるかな、平日ですけれども、それでは行きたいと思います。これですね。ちなみに私はJR で来たんですが、JR だと、東京駅の、豊洲中央口から地下で歩くととても便利でした。もう早速面白そうなものがありますね。酒アイス、お米とお酒とアイスクリーム。今日からマスクは個人の判断によるっていうことになりましたので、つけてもつけなくても大丈夫になりました。ここ今地下1階ですけど、いくつかのレストランがあります。ここはデリだね。ここベーカリー、もちろんスターバックスもあります。基本的にはショップとレストラン、地下は割とカフェっぽいので、1階、2階、3階、たくさんレストランがありますね。これはブリトー、ポーク卵おにぎり、釜炊きご飯だって、スパムおにぎりみたいな感じになってますね。名古屋コーチン親子丼、ちょっとここ気になってたんですよ。ただね、今卵が不足してるでしょう。だからどうなのかなと思って、でも一応親子丼売ってるみたいですね。ここ候補1なんですね。金賞受賞だよ、丼グランプリで。コカオ寿司屋さんですね。1階は2つしかないけど見てみますね。今10時半ちょっと過ぎたところですが、ちょっとこういうストア、ショップは閉まってますね。この間テレビでこのジェラートピケのメンズやってたんですけど、まだ今閉まってますね。1階は主にショップだったので、まだ閉まっているので2階にちょっと行ってみます。ここもストアがたくさんあるけど、まだ閉まってますね。なんかメーカーズシャツ昔よく着てました。ここなんか八重洲パブリックって言って、多分ポップアップのレストランとかが入ってるって聞いたような気がします。ちょっとさらっと、ラーメン屋さんですね。ここは何だろう、キャラクターグッズ屋さん、一応ここで食べられるのかな。すごいなんか座敷みたいになってますね。外の席もあるから結構気持ちいいね。アーティスティックな商品がありますが、ここ全部食べられるんだね。なんかすごい席がいっぱいあっていいね。ほら、なんかこういう休憩できる場所もあって、ここも一つの候補のイタリアンのレストランだったんだけど、こういう感じなんだ。なんかここで買って食べるみたいな。お隣が居酒屋風の東京の街を見ながら食べるって感じですね。すごい、なんて言うんだろう、開放感があって新しいから、そしてなんかモダンな感じですね。新しいスタイル、なんかフードコードっぽいけど、この八重洲パブリックっていくつかのレストランで買ってここで食べられるけど、普通のフードコートっぽくない、安っぽくない感じがいいかなと思います。こっち側にもあったお店が台湾料理、ヌードルとかおかゆとか。ここは何料理だろう、和食かな。そうですね、牡蠣とかあるから魚系かな。森泉さんがいますよ。森さんいますよ。森さん隠れてる。なんか取られないように隠れられてしまいました。ここがかき氷屋さんですね。ここは3階はもう本当にレストランばっかりですね。こうお肉料理とか洋食屋さんのね、グリルバー、グリル屋さんの一部がバーみたいになってて、ここでもなんかサクッと飲める感じですね。八重洲ビストロは創作料理、鶏料理屋さんですね。焼き鳥とか
ランチメニューはちょっと比較的リーズナブル。目利きの銀次、お魚料理ですね。お刺身、すごい男盛りだって。やっぱり場所的にビジネスマン意識した感じですね。会社帰りにさらっと寄れるみたいな。ほらもうみんなオープンしたてだから。お肉屋さん、ここはフレンチなのかな、そんな感じ。わ、行列、もう行列。こんな行列だとここで食べてみたくない。ここはうなぎ屋さん、ここはなんか和食な感じですね。素敵だね、どこも。こっちロバタ焼きみたいな感じですね。全部がいいね、なんかお店が、うん、ここね、私の大好きなお気に入りのイタリアンで、多分本店が表参道にあるんですけど、ここにも出店したみたいですね、今回。ただね、結構お値段ね、いくんですよ。でもね、ここのイタリアンめっちゃ美味しいんですよ。コースがあれかな、3900円とか。それじゃあ、ここの親子丼食べたいんで、ここでランチしますよ。じゃあ私も親子丼にするよ。多分ここ名古屋コーチンの料理が多分有名。これは唐揚げ定食、美味しそうだね。あ、どうも。親子丼、この卵が少ない時期にだーうーすごい美味しそうです。じゃあいただきますよ。まずお味噌汁から。あ、美味しい。これもしかして、鶏の出汁、普通のお味噌汁の感じじゃない？濁ってるよね。なんだろうね、これなんかお味噌の味っていうより鶏の出汁の味がする。親子丼いきますよ。すごいトロトロ、見てこれ。熱々トロトロ、味が濃い。でもご飯にもそのタレがすごい染み渡ってて、すごい甘じょっぱい、すごい甘じょっぱい。鶏肉です。美味しい美味しい、ちょっと 甘いかな。毛合わせがね、あれですよ、ほうれん草のごま和え、こういうのがいいよね、日本っぽくて美味しい。本当だ、裏に説明がありました。親子丼とは。しかも英語で What's 親子丼。唐揚げ定食は How is it? Good? すごい美味しいって。あ、これソース for this one。 唐揚げにソース、タレがついてますね。美味しそう。なんか酢が効いてるタレらしい。はい、完食しました。美味しかったよ。高田純次さんがいますよ。こっちはバーですね、クラフトビール。いいね、これね。ちょっと会社帰りにここちょっと寄ってクラフトビール飲んでもいいかな。オーナーさんじゃなくてここに勤めてるから。研修で行かれたんですか、サンディエゴ？僕がオーナーなんですけど。あ、オーナーさんなんですか。若い。LA からちょっとラスベガス寄り道して、サンディエゴは西海岸のビール飲んだので。どうですか、アメリカのビール？いや、もう最高です。あ、そうです。サンディエゴの気候だと、こういうビールは毎日飲んでも飽きない。あ、確かにね。でも日本のビールも美味しいですよね。美味しいですね。僕南米旅行とか結構世界中旅行してたんですけど、日本のビールどこでも見たので、どこで飲んでも同じ味がするっていうのはすごい。しっかりしてるんだ。なるほど。そう、プロフェッショナルな目から見ても日本のビールいいと。いや、なんか誇らしかった。ちなみにこちらで今扱ってるビールでどれが一番おすすめですか？毎日もうラインナップが変わるんですけど。おお、じゃあ毎日楽しめる、違うのが。そうですね、今日はドイツのビールで、はい、このバイエンシュテファンっていうのは世界最古の醸造所なんですよ。1040年からビール作ってて、はい、もう1000年近く作ってらっしゃる会社なんですけど、久しぶりに生ビールで提供できてるので。おお、これなんか飲んでますね、アメリカ有名なビールですね。テイスティングするんだ。おお、こちらから2345と。はい、ここなんかほらコーヒーロースター、これにしようかな。なんかあれみたいね、インドのコーヒーなのかな、インドのコーヒーのカフェラテにしました。じゃあまずはじめにこうね、インディアンコーヒーから。
え、全然苦く、そんな苦くないよ。普通にこうなってですね、じゃあちょっとこのビールのテイスティングちょっと試させてもらおうかな。これがあのお店の人おすすめの2番のドイツビール。うん、なんだろう、そんなに苦くなくて、すごい、もっと濃い味かと思ったけど、すっきりしてて、ライト、割とライトビールやね。これは、うん、もう匂いがアポ、リンゴですね。あー、すごい、もうリンゴソーダ。これはね、リンゴソーダ、これ美味しい。でも、うん、飲みやすい、ジュースみたい。これがなんかちょっとあの黒ビールみたいな、なんかそのコーヒーっぽいって言ってたね。うん、なんかすっごい渋いコーラみたいな感じ。コーヒーとコーラを混ぜた感じ。それにビール。これは、うん、です。これ IPA ね。うん、あのフルーティーな IPA。美味しい。Which one do you like best? ああ、IPA ね。One, two, three, four. I like this apple. すっごいあのリンゴソーダ、本当に美味しい。今私は、豊洲に来ました。ティムラボをプラネット東京を見たいと思って、ここに来ました。